皆さんこんにちは、二度寝ゆうきです。今回、GoPro と組み合わせて使う、なんかこの挟み込むパーツみたいなのを試してみたいと思います。こっちにカメラをつける。実はベビーカーを買って、これから双子ちゃんと一緒にいろんな時間を過ごしていく中で、これでベビーカーの取っ手を挟んで、カメラを撮ったら面白い散歩映像が撮れるのかなと思って準備をしていたんですけども、ちょっとこれ一度試してみたいのもあり、今日今から自転車に乗って多摩川あたりをサイクリングしながら景色を撮ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。というわけで、今撮った映像を見てみたんですけども、意外とそんなにブレずに撮れてるんじゃないでしょうか。本当にこれで自転車に挟んで、いつものこのマウントでつけてるだけなので、あんなに揺れてたのによく撮れてるなと思います。走ってる時めちゃくちゃ揺れてたので、自転車で、ただ実は多摩川に行く前からずっと回してて、映像自体はあるんですけども、長い距離走ったりとか、あと段差を通ると、これが悪いというよりはこの GoPro のこのどうしてもネジがね、やっぱ振動で緩んでいくので、カクンって曲がっちゃったり、ただ多少曲がってもね、ハイパースムースかなで補正してくれるので、すごいなと思うんですけども、どうしてもそういうところはあるので、無敵ということではなさそうですが、自転車だったら十分使えそうです。ちょっとこれで高速乗ってバイクとか怖いですけど、十分自転車だったら使えそうですね。というわけで、またベビーカーで使うために買ったものではあるので、ぜひベビーカーでつけて楽しもうかなとは思いますけれども、またちょっとサイクリング行くときは映像を撮ってみようと思います。というわけで、今回の動画は以上となります。動画良かったよという方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。